はい、ファクトリアタイムズの高橋です。ブイヨーヘビヤそうなんです、はい、スーパーカー担当されてる。いや、とんでもないです。どうも、はじめまして、高橋と申します。松下です。松下さん、はい、松下さん、すいません、早速なんですけど、でかいスナップオンのポットバッグですね。そうですね、これは買い直して今2年目ぐらいですね。2年目の、それまで使ってたやつは、はい、あっちのサイズと同じ、はい、やつだったね、あの服部さんのやつ、はい、長物が横で入るようにしたいなと思って、どう思って横長のワイドな、はい、年数を重ねると物が捨てるとだんだんでかくなっちゃう。そうですね、多分一発目こんなんで、あ、最初はね、あ、これ一番初めてで、これはじゃあもう最初に買われたものですか。そうですね、これとか汚いんですけど、バスケットとかこう小物ですね。じゃあ早速このスナップオンの一番上にしてもらっていいですか。ラチェットですね。大きくなったから逆にスカスカ感出てきた。ああ、でも、いやでも使い込まれてる感じがして、ゴーグルもね、何種類も。これ1個はサングラスなんですね。あ、これはサングラス、私物です、私物ですね。スーパーカーオープンで走んないといけないです。試運転の時に木村さんどうですかね。これ何、あ、これは O2 センサーの受け側の方の修正タップです。これが O2 センサー外す長さ違い、うん、こっちはなんかブルーポイントなんですけど、こっちはあのトヨタ純正のやつ。これも運ぶですね。サッククラブさんは運ぶ率ちょっと高くないですか。そうですね、スナップコンで統一してるってわけでもないですね。なんかその都度これが初めて買った。これもポロポロなんですけど、でも思い出が詰まってるわけですね。だから指定ならいいでいるんですけど、素晴らしい。この中でよく使うとか、よく使うのは今そこ出てる、これ出張用のもの、あ、このバンドも使うんでちょっとだいぶどうぞ使い目できます。なんか年輪が刻まれてますね。刻まれてます。これ新聞紙ですか。これもスナップフォン。これちっちゃいの、あ、これ。お、マッケン。これあの渡辺さん、もうこれいいよって言ってました。あ、これいいですね。これ本体にこれしか売ってないんですよ。ええー、これアタッチメント。丸いもので、ジョイントがしてケーブルがしてこんで。おお。トップランクさんと結構持ってる率高い。そうね、発表さんもそれ持ってる。情報交換してこれいいよみたいなのをよく話したりとかするんですか。ない工具。ない工具借りて結局自分でちゃんと最後買う。ああ、そういう流れ。増えてきます。これなんで加工してますか。これはね、M3 のクラッチかなんかやるときにそこが当たっちゃったんですよ。ここまでこの太さだったんです。そうそうそう。ああ。絶対これなんか、なんかのために買った工具。それはね、スバル。スバルのどこ、エンジンとミッションどっちかやってるときに。だいたいなんか単品であるものって、そういう場面に出くわして買う。そうですね、これ、これもそうですね。届かなくて。裏事情が絶対。裏事情があります。じゃあすみません、じゃあ2段目ミッションですか。ね、2段目も広くなって曲がってんのもありますよ。裏事情があったんですよ。裏事情ですね。加工されてんの、これなんかそうです。削っちゃったりとか。ああ、薄くなってますね。確かに。要するにこういう状況じゃなかったらできなかった。そうですね。ことですよね。はい。曲がい。点検ハンマー。検査用の。単純になんかこれが入れたかっただけなんです。どういうことですか。これを入れたくて。これが入れるたいがために、この大きなスナップオンの。これをなんかどっかで陸上検査官に使ってやったんですけど、どうしても欲しくて、要は服部さんのあれだ、多分収納できないでここにいる。ああ、そういうことですね。こういう状況が許せなくてこういう感じになっちゃうから、ここの辺に置いたりとか、これがあったんだ。そうそう、次来た時に服部さんもこれ縦にも入んないですよね。そうですね、これを売れたいが縦にこうなっちゃう。なるほど、これまたいい話聞けました。服部さん何かありますか。これも入りますよ。ブレーカーは。これですよね。ありがとうございます。次の段お願いします。次の段はまだ大事です。おいつの時代がピンク。そうそう。これは初めのコースですね。初めのはピンク。一個ね、と思ったけどグリーンに変わった。これ限定色だったんですよ。一番初めに買ったドライバーはこっちの緑なんですよ。これマックなんですよ。
緑がだんだん増えていって、限定だからパウチって買ったんですよ。次のお願いします。クリペックスもね、ありますね。これは何ですか？青い。これはあのドライブシャフトの弾道を締める、かしめるためだけのやつ。これもかしめ。こういうバンドがあるんですよ。このバンドはこうやってなんですけど、うん、引っかかるやつなんですよ。アメリカとかさっきこれだ。これをやっぱり使って、それで、しかこれ、うん、採取ができる。なかったら壊すしかないんで、これ全部取っておいてください。ネジルやっぱ舐めたりとかするんで、なるべく取っておいて。これ気になります。これはコースバンド、要はクランプを縮めるやつ。エンジンルームとか、うん、要はガイヤでつまめないところにグッて、うん、へぇー、遠隔操作。スナップからよく使ったりしますか？これはよく使いますね。あと面白いのは、これ監視。これはたまたまあのそういう医療従事者が知り合いにちょっと送ってって言って入手してます。本当に使ってる。これなんかもともとはそう。これ削ったんですけど、歯石取ったりとか。いろいろ業種を超えて道具って使われるんですけど。短いとこ力使うんだよ。力はいらない。いらないんで。狭いところでシール打ち込んだ時に。この長さ。そうそうそう。じゃあ商品化します。ハブのトラックのハブとかもこうやりやすいかな。BB の中継さん。これもよく使いますか？使いますね。これ昔あれですよ。2人部屋ができたばっかりの。柏で買ったやつです。こっちはもうあのここ叩きなんで、ドライバーとしては使ってないです。何でもみんな加工してるもの気になりますね。ありがとうございます。この音も完全手術です。あ、でも全然。とりあえずちょっと、使ったやつです。これが、ビールコンプ。作業と、ワイパーは私自分が乗ってた車の私物ですね。スペシャルツールがこれですか？削除用のアングルドライバーですね。まあ今これ使わないですよね。左ちっちゃいの行きますか？気になる。気になる。そうですか。おお、これやっぱり人気ありますね。これいいですね。あ、そうですか。やっぱ内張り剥がしてる。内張りですね。でも私は使わないですけど、プラヘラだと負けちゃいそうな時あるんですか？しなるとき、うん、基本プラヘラの方が、まあ、使うんですけど、使い分けてる。はい、ここは関連するヘラシフト、はい、これはのテスト用の、ありがとうございます。ラスト、ここは配線とかデカモノが探してそんなこともあるわけですね。マフラーハンガー、マフラーハンガーで、やっぱくる大きいんで基本的にはこっちのちっちゃい。あ、でこう一覧に入れ替えて使う道具を持ってって転がしていくってことですね。今日はありがとうございます。本当仕事を最初に付き合っていただきまして、はい、ありがとうございました。皆さん本当すいません、はい、ありがとうございます。じゃあまた取材させてください。ありがとうございました。失礼します。それでは、にりにりにり、お元気で。